今日はですね、今来日しているセシルさんにちょっと聞いてみたお話を紹介してみたいと思うんですけれども、そのセシルさんってフランスのブルターニュ出身ということで、まあヨーロッパというとですね、まず私たちがこう印象に的っていうかこう考えられるのはやっぱりキリスト教文化の土地だということを考えると思うんですけども、セシルさんはそのケルト文化をやってるということで、実はキリスト教が伝わる前からあったその先住民族とかそういう人たちの、文化がケルト文化なんですけれども、つまりそういう土地であのケルト文化をやるっていうことで、なんかその影響とか兼ね合いとかですね、そういうのはあるのかな、折衷とかあるのかなと思ってですね、ちょっとセシルさんに聞いてみたんですけども、まあ、セシルさんが言うには確かにあのケルト音楽をやってる人たちの一部にはキリスト教と非常に結びついてる人たちもいると、それでその賛美歌なんかを教会でケルトのスタイルでこう演奏したりする人もいるんですけども、それはほんの一部で、ケルト文化とかケルト音楽を守ってる人たちはやっぱりキリスト教とはちょっと線を引いてるってことを言ってました。ただその自分たちがまあつまりコンサートとかまあライブを行うときに音のいい文化施設ということで、教会を使ってですね、そこでケルト音楽のコンサートをやったりすることはよくあると。でもそれは全然そのキリスト教とは関係なくて、ただホールを借りてるっていう感じなんですっていう話をしていました。やっぱ自分たちみたいな若い世代っていうのはやっぱりこうキリスト教とはやっぱり一線を引いて活動してるんだってことが言ってたのがちょっと印象的でした。まあケルト音楽というのはですね、よくその映画なんかでは、まあ、ファンタジーもの、特にその神話的なものによく使われている気がするんですけども、そういうのもやっぱりそのキリスト教とは違うヨーロッパの土着のものとしてケルト音楽が合ってるという感じを出してるんだと思うんですね。だからまあ非常にそのケルト音楽とキリスト教というものはやっぱり線を引いて、やっぱりどっか交わってなくこう両方が成立してるんだなっていうのがちょっとですね、今回の来日で聞いたお話の中では一番面白いお話でした。ということで今日はちょっと真面目な話をして、真面目というか難しい話をしてみましたけど、皆さんに伝わりましたでしょうか。